山木先生、お疲れ様です。お疲れ様です。目指せ部長、就職活動、これから会社選ぶあなたに戦略を構築する前の業界研究ですけど、今日は IT メディアの SaaS 業界サンサンですよね。はい、ですね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 SaaS、 一応日本では業界1位とサンサンという会社について見ていきたいというふうに思います。そうですね、まずね、会社概要、これね、上場します。創立がね、2007年ですから、まあかれこれ15年ぐらい経ってるっていう、まあ、そんな会社ですね。で、いつものようにね、まずは、大体従業員が1000人。今、2020年度では、22年度ではもうすでに1000人を超えてますね。結構でも多いですね、人数ね。年商が、まあ、200億ですね。なんで、ちょっと多めかなって感じしますけどね。まず理念からいきたいと思います。出会いからイノベーションを生み出すと。どういうことっていう感じも、ちょっと最初しますよ、これね。まあね、これ事業内容をよく見ると、この意味が分かってきます。確かにね、世の中を動かしたのは出会いですということなんですけど、実はね、2021年度からかな、このミッションに加えて、ビジョンというのを新たに創設してまして、まあ、ビジネスインフラになると。まあね、インフラになると強いですけどね。で、その後にね、バリューということで、会社の価値ということで、まあ、定めているということで、方向性みたいな。ところっていうのはね、こうしっかり打ち出されてますよね。5月決算なんで、これ、まあ、ついこの間、一応昨年度204億円、その前が161億円ですから、これね、2割ぐらい伸びてるんですよね。こう成長しますよね。で、ちょっとね、その辺を見てみるんですけど、その前にね、大きな事業としては、まあ、このサンサン事業っていうのが非常に大きなものなんですけど、それに加えてこのエイト事業とビルワン事業と3つの事業があるんですけど、法人向けのクラウド名刺管理サービス、相当ニッチなんだけどメインなんですよ。名刺管理なんで、名刺ってさ、日本では出会ったら必ず名刺渡しますよね、これね。なので出会いからイノベーションを生み出すと、確かにいうことになってるんだろうというふうに私は理解しました。まあこれ売上の推移っていうことで21年度ですよね。これがまあ204億円と。で、その前の年も2割ぐらいなんで、これね、結構毎年2割以上のペースぐらいでずっと伸びてるんですよ、これね。だからそういった意味では非常にこう、まあ、順調にやってた。事業ごとのね、これを見てみると、このサンサンっていうのがほぼ7割ぐらいはこのサンサンで名刺管理なんですよ。その他にこのエイト。このエイトの中に先ほど言ったビルワンっていうのは、これ通年で出てきたサービスなんで、で、どれも一応この成長率として伸びてるという感じですね。ある事業に関しては、ちゃんと伸びてると、まあ、いうこと。まあ、これはグッドニュースですね。ビルワンってやつ、こちらでは、エイト事業の中で含まれたのをこう分解してみると、このビルワンっていうのを、まあ、去年1年では10倍ぐらいの、きちんと成長してる分野にちゃんとこう乗っかってるかなという感じがしますよね。だから今年度の2023年の5月期の見通しも2割以上の成長を見込んでるということなので、まあ、いい感じですよ、これ数値的にはね。株価見るとちょっとあれなんですよ、これ。これ株価。上場したのが、まあ、2019年なんで、それ以来ね、ずっと堅調に伸びてたんだけど、確かに。去年の11月から、あれ、元に戻っちゃったっていう。何が起こったんですかね、これね。何が起こったと思うでしょう。これよく調べてみると、内部にどうも要因はないんですよ。まあ、急落の理由ってことで、まあ、いくつか調べたんですけど、まあ、一つはね、金利がね、ちょっと上がり始めたじゃないですか、特にアメリカで。そうですね。まあ、そういうところで、まあ、この日本のこういった企業っていうのが、まあ、打撃を受けたと。国内政情不安でリスクオフでっていうことで、まあ、これこんだけ上がってきたんで、まあ、利確しようかみたいな話も含めてね、売り叩かれる。あとは、IPO の値付けの見直しということで、日本選手の無理な注文とか、海外投資家に見限られるというようなことがどうも相次いだということで、事業内容を見る限りはね、全くそういうのはないんだけど、まあ、言った外的な要因、結構こんだけ下がってるところもあんまりないよね。地合いは一緒なわけじゃないですか、全部で。それがどうなのかなっていう感じですよね。まあ、っていう形で株価はなってますから、まあ、これをね、株価的に買い止めるか売り止めるか、そういうところは一つ、まあ、あるのかなとは思いますね。で、ちょっとね、まあ、トレンドっていうかですね、見てみたいんですけど、そもそもがこの名刺じゃないですか。で、この名刺をデータベース化にするっていうところから、まあ、最近ではね、このビルワンとかね、コントラクトワンとかね、なんかそういうサービスに拡大してるんですよ。サンサンの中では、名刺をまずは出会いであれするんだけど、の前のね、まあ、採用から名刺作成、それを営業、
交換した名刺っていうのは、まあ、ビジネスの種なんで、営業を中心に社員それぞれがもらったのをきちんとデータベース化して、その後の商売につなげると。商談が進むと、なんか契約になるでしょう。で、契約になったら契約データベースと。で、契約して、納品したら請求書でしょうと。で、請求書と。というような形で、一応その関連性で、最初にやった名刺のデータベースから、まあ、こういうような形で今事業を拡大させてるっていう、まあ、そういう考え方というか。じゃあ例えばここの会社のシステムを導入したとしたら、事業にとにかく名刺を交換してこいと。で、それでここのシステムに全部ぶち込んで、その後は例えば DX 化みたいな形でオートスクリプトメールを発信したり、まあ、そういうことを提供してるってことですよね。まさに名刺を交換してこいじゃなくて、きっと過去に交換した名刺がいっぱいあるわけですね。ああ、なるほど。まずはそこを全社員出させて、戦略を立てるっていうところに役立ててもらうんですけど、エイトってやつはね、この名刺アプリ、つまりエイトって検索すると、アップルストアからダウンロードできるんですけど、この名刺アプリを、ね、キャリアプロファイルのプラットフォームに今、書き換えてると、いうことで、この採用って話なんですよね。自分で集めた名刺で自分の転職にどれだけ役に立つかっていうのは分からないけども、キャリアのデータベースとして活用してもらってっていう、まあ、発想でこういうふうな進化をさせていると。で、あと名刺接点データベースっていうのは、最近名刺データベースではなくて営業 DX ですっていうことを言ってますね。まあ、DX っていう言葉流行りなんで、まあ、そこに乗っかってんだと思うんだけど、名刺を中心にね、この名刺の中ではアドレスとかさ、まあ、そういうようなことでこれを営業戦略に生かすっていうお話で、それをデータベースにするんだけども、まあ、最近はね、そのプラス企業データベース、企業にはさまざまなデータがあるでしょう。こういったようなデータを充実させることで、どういうお客さんにどうアプローチするかっていう作戦を立てやすくするお手伝いをすると言った意味で、この営業 DX って使ってるみたいです。でね、面白いっていうかね、このデータベースの行き先はね、見てみると、まあ、CRM とかね、SFA とか MA とかって言うんですけど、セールスフォースですよね。ああいったようなデータベースにつながる役割的な、まあ、そういったようなところになってくるんですよ。だからこのサンサン自体は、こういうところに本格的に乗り出そうという気はあんまりないみたいな。システムにつなぐニッチなエリアをまあ狙ったって感じです。この名刺でよく、ね、200億盛り上げてるなっていうふうに思ったんですよ。じゃあ今後どうやって成長していくんだろうっていう、まあ、そういう話がありますので、はい、こういうその企業データベースといえば、これ帝国データバンクじゃないですか。多分ね、どうも来年帝国データバンクと連携して、この会社がどんな会社だとかいうのが、例えば信用度調査みたいなのがどこまでさ、この帝国データバンクのデータを開示できるのかちょっとよく分かんないんだけど、まあ、そういった連携して、まあ、より使いやすいものにするとか、あとは企業人物のリスク検索みたいな、この会社本当ちゃんと成長してんのとかさ、ちゃんと支払いどうなってんのとか、借金どうなのとか、帝国データバンクの中にそういってこう企業のリスクに関する データもあるんで、まあ、そういうところと連携しようと、まあ、してるってことですね。それからまあサンサンが言うに、日本の企業でまだ使ってるのは全然低いですよと。だからまだまだ我々成長の余地がありますよっていう話をしてますね、まあ、確かにそうだよねと。今年度も2割近い成長をするって話なんだけど、まあ本当にこんな名刺ソフトをそんなにいっぱいの人がどんどん全部入れていくのかっていう、まあこともあるし、まあそこはね、まあちょっとこう、まあちょっとよくわからないな。まあそういうふうに考えるとですよ、このさっきの株価の急落ね、よく考えてみたらちょっと過剰評価しすぎじゃないのみたいなことを少し考えた節もあるんじゃないかと思うんです。これが高すぎんじゃないかと。これまで相当ちゃんとこう伸びてきたけど特化してますよねと、まあそんなようなこともあるのかなっていうのが山木の個人的な感想です。